どうもこんばんは、皆川岳です。今日はね、蒙古タンメンって有名じゃないですか。あの激辛ラーメンで有名な、そこであのカップラーメンでセブンイレブンであの蒙古タンメンとゴットンラーメンっていう、北極と呼ばれるね、もっと辛いやつの、これ食べるとお腹痛くなるんですけど、そのゴットンっていう、このゴットンね、ゴットンね、ラーメンっていうのを入れてきました。北極と背脂というふうに書いてあります。それを食べながら文ちゃんはどういう反応するのかっていうことで、ちょっと食べてみたいと思います。これ昔言われたことあるんですよ。ラーメンの湯気でむせるのはタバコ吸ってるからだって言われたことあるんですよ。タバコ吸ってる人は必ずむせるらしいですね。辛いですね。辛い。スープ飲まないとね。辛い。で、俺一回食べたことあるんだけど、腹痛くなったんだよね。ああ、絶対腹痛くなるやつや、この辛さ。っていうのが、なんとかわかるでしょ。別に飲めるけど、絶対腹痛くなるやつっていう。ああ、今だって、胃を通り過ぎて、小腸に行ったのがわかるもん。ぐんちゃんもさすがにおとなしいですね。出てきませんね。シャミが出そうだったけど、これかなり辛い、辛い部類に入るのかな。でも払いたくなるってことは辛いんだろうな。でも、お店で巻いて汗拭き拭きっていうレベルではないです、正直。だから多分北極っていうのは多分もっと辛いと思います。お店で食べる北極ってと思ってますけどね。俺は北極頼むことないですけど、初めて僕なんて1回だけ行ったことあるんですけど、その時は普通の4辛か3辛って言われてる、蒙古タンメンっていうのを頼みました。基本の。それで十分だったんですよね、辛さがね。北極隣で食ってる若者いましたけど、まあ見ての通り、あ、見えないですね。こぼれちゃった。あ、見せられない。真っ赤です。ブンちゃん引いてんのかな。全然出てこないですね。ブンちゃん出しましょう。ほら、ブンちゃん肩乗って、もう少し辛くてもいける。だからお店で多分私は北極食べれると思いますよ。
賛否両論あると思いますけど、でも汗は若干かき始めてます。これ全然無理しない、美味しく食べてますよ本当に、うん、どうか蒙古タンメンがコロナウイルスに侵されませんようにですね。美味しいですよ。スープ最後まで。ちょっと途中で鼻かんでいいですか。それぐらいの辛さはあります、うん、あと一息だったんですけどね。北極と背脂、多分ね店行ったら北極もっとこんなもんじゃないと思う。多分これはだって俺が行った蒙古タンメンの基本のちょっとワンランク上ぐらいの辛さしかないもん。だから多分カップラーメンとしてこれで無理だったら無理だと思うし、うん、多分お店行ったら、うん、ワンランク上ぐらいにしか思わないよ。北極ってそんなもんじゃないはず。だから例えば基本の蒙古タンメンが4辛とか3辛としたら4辛か5辛としか思わない。これは本当だよね、本当だよ。じゃあベンちゃんさよならしよっか。ベンちゃんおいで。ベンちゃんカメラ嫌いなんで。いやどうもすいませんでした。ありがとうございました。